ウィリアム・アドルフ・ブグローを作、ニンフたちストックン、ハギン美術館所蔵ニュンペイ、複数形ニュンパイは、ギリシア神話などに登場する、下級女神である。山やかは、森や谷に宿り、これらを守っている。一般に、歌と踊りを好む、若くて美しい女性の姿をしている。ギリシア語の普通名詞としては、花嫁や、神父を意味する。ニュムペイ、ニュンパイ。 長望院を省略して、ニュンペニュムペとも表記される。英語では、妊婦と呼ばれる。オリュンポス十二神のように完全な不老不死ではないが、非常に長命であるとされる。また、樹木のニュンペなどは、守護している樹木が枯れると、自身も共に死ぬという。庭園や牧場に花を咲かせ、家畜を見張り、狩りの獲物を提供し、守護する泉の水を飲む者に、 予言の力を授けたり、病を治すなど、恩寵を与える者として、崇拝の対象となり、ニュンペイのいるとされる泉などには、しばしば供物が捧げられた。ヘスペリデスの園を知る、ワタツミネーレウスの居場所をヘイラクレースに教えたニュンペイたちは、ゼウスとテミスの間の娘であった。その一方、ソヤの妖精とする伝承もあり、アルテミスやディオニューソスなどの野生的な神々に、 月下い山屋などで踊り狂う。また、森の中を行く旅人を魔力で惑わせたり、姿を見た者に取り付いて、世気を失わせたりする恐ろしい一面もある。また、人間の若者に恋をし、しばしばさらっていく。このため女性の過剰性欲を意味するニンコマニアという言葉の語源となった。ニュンペイの恋愛談は、神話や伝承に数多く残っているが、 悲しい結末で終わることが多い。その住居とするところにより様々な種別に分化している。ありがとうございます。